本日の試合の振り返りお願いします。チームとしてやることははっきり意識できてたので、まあ、出せた部分もありましたし、とりあえず勝ててよかったです。連戦の中でまた皇后杯始まりましたが、どんなことを意識して試合に入りましたか？いや、もう、まあ、連戦っていうのはありますけど、まあ、出た人出た人がしっかりベレーザーサッカーをして内容と結果にこだわってっていうのは意識しました。本日のゴールシーンの振り返りをお願いします。1点目は、まあ、自分は抜け出し決めるだけだったんで、チームとしていい形が出たかなと思います。2点目も、奪ったってすぐのカウンターだったんですけど、大海さんからいいパスが来て決めることができてよかったです。また日曜日には次の試合になります。次節への意気込みをお願いします。連戦ですけど、チームみんなで絶対に勝ちたいと思います。